じゃこんにちは、豊さん、はい、あのパワプロがねパワプロ、文句来てないか大丈夫か来てますけど、あの結構ね、ファンの、うん、あのやってくださってるファンの方が、いや、その評価は正しいんだといろいろあるみたいですね。あるみたいな実際にやっぱりやらないと分かんないんですね。なのにやらずにまたちょっとデータを見て、まあちょっとな比較していこうと。いいよ、あの全球団ちょっとパワプロが出している数値というのが、はいはいはい、評価があるので、うん、それをちょっと全球団見ていこうじゃないかと、うん、はい、で、まあ、今回はまあセトパをちょっと混ぜてみようということで、今日はまあセリーグのね首位を独走している巨人、はい、パリーグは、オリックスを、まあ、最下位のね、そうですね、はいはい、ちょっと見ていきたいと思うんですけれども、はい、じゃあちょっとそれぞれ、まあ、別に首位走ってるから能力が高いとか、はい、最下位だから能力が低いとかじゃなくてね、じゃなくてです、選手、まあ、個々の選手なんです。豊さんがあらかじめちょっと選手をピックアップしてくださってるので、はいはい、それに沿って見ていきたいんですが、はい、まず巨人です。はい、戸郷選手、まあ、今年すごいブレイク、はいはい、してるんですけれども、はい、コントロールが F、うん、F の31、 F って一番悪いんだろ、 G が一番低いっていう、まあ、G はなかなか使わないだろう、使わないらしいです、はい、なのでところだ、多分これあの当初の見ての数値だと思うので、まあ、そうだよな、今年の実績じゃないからね。そうです、そうです、そうです。いや今年投げ切って、うん、おそらく、まあ、新人王候補だからね今のところ。そうです、で取ったら、はい、C とか B とか上がってくると思う。お、一気に CB に行きますか。うん、決して能力が低い投手じゃないもん、 F とかじゃないもん。まあそうですよね、コントロール、うん、ただ去年のだから F はつけてもしょうがないと思うけど、はい、だけど今年は全然違うよ。コントロール見てて実際はどうですか。まあ、割とあの、いや四隅をつくコントロールはないか、まだないけど、はい、だけどベース板の中でものすごく動かせるから、はい、だからボンダの山を築ける。じゃあものすごい化けた選手ですよ。化ける化ける、そうですね、うん、ちなみに先発投手の最強ランキングっていうのがパワプロであるんですけど、うん、1位は菅野投手で、うん、コースが B の70で、うん、あ、こうじゃコントロールが B の70で、スタミナが B の79なんですよ、うん、まあ、これを大体じゃあ基準にな、基準っていうか一番高い基準だ。いやだけど今年菅野もこれ能力が上がると思う。これ B じゃなくて A、 全部 A になると思う。で A の上は S になるんですけど、10単位で数字がこう上がっていくとどんどん上がっていく、10単位で下がっていくと下がっていくになるんですけど、うん、A、S、 いくぐらいのあれですよね。そうそうそう、まあまあいいや、どこね、はい、で実際にパワプロ内での菅野選手がさ今言いました B の70、B の79です。まあ、今年の場合はだからこれ去年のあれすると、はい、やっぱ評価ちょっと低いよね。菅野投手、そうでしたね。昨年不調だったから、はい、不調って言っても受賞してるんだけどね、受賞以上、はい、いやだけど今年はまた違うじゃない。そう、もっと上がる、もっと上がる、もっと。で田口投手ですけれども、はい、これコントロールが D の52、うん、でスタミナが C の64、これはどうですか評価的に。スタミナありそうだけどねスタミナありそうだけど皆さんだったらこうスタミナパープロにいる内側の人だったらどうします。まあ、妥当なとこかな。あ、C 妥当ですか。じゃあ、いや、長く投げれないのよ、変えられるから、打たれちゃって、はい、だから、あれスタミナ持ってるわけ。パープロ内ではどうなんですかね。持ってる。まあまあ、これはいいんじゃない、このぐらいで。いい次、あ、キャッチャーは、はい、あ、小林選手じゃなくて、大城選手、まあ、小林怪我してるからね。はい、はい、後ろ今度、ミーとパワー、はい、走塁、肩、守備、補給の順になるんですけど、はい、ミートが E の46、まあ率がそんなに良くないっていうことじゃない。あ、うん、でパワーが D の59、パワーないですか。パワー、うん、D ね、いやもっとあるよね。俺がなんで C だ。あ、だから豊さんの方があるってことです。まあこれは嬉しいことだけどねいやだけどこれは大城の方があるパワーはね。だから結構60になれば、まあ、C になるんですけどね。そうそう、豊さんと2しか変わんないじゃないですかパワー。いや2だけど C とお前D は違うだろ。違うだろやっぱりこう。そっか、あと走塁走ることに関しては E の43、まあそりゃそうだな、それはしょうがないよしょうがない。
で肩は B の74、はい、これもよく、まあ確かにキャッチャーだから、うんうん、いや大城いい肩してるよ、してますか、あじゃあこれはいい、まあいいと思うよ、で守備と捕球はそれぞれ E の45と E の46なんですよ、これはやっぱ経験だな、これから、うん、実績だよ、じゃあ E でもここから上がっていけば、いいんだよってことですか、そうそう、これ評価難しいな、いろいろな、だから内側の人たちもつけるの大変だと思います、いや難しい、全選手つけてんだろ、 それは難しいわ、ちょっと一回入ってみたいけどね、中に豊さんも入れてちょっとやってみたいけど、対応してみたいと、あの見ていたらぜひお願いします、次でファーストが岡本和真選手、はい、ミートが D の56、豊さんより低い、でもさ春先良かったけど、やっぱミートという点ではちょっと落ちたかもね、はい、あそうですか、うん、そりゃそうだよ、だって率が下がっちゃったあそっか、でもこれ今だったらもっと上がってるってことですか、ミート、どんな、まあ今年の場合は上がってるよな、上がってる、うん、でパワーは A の80、いやこれはそうでしょう、これはそう、うん、走るのがいい、まあ、これホームランとか取ったら S なんだよ、ね、うん、あ S くれるんですかね、パワープロさん、いやどうだろうな、どうなんだろう、走塁 E の43、うん、まあそれはしょうがないな、しょうがない、はい、肩 C の60、いや肩はね岡本和真いいよ、いい、うん、もっといい、あじゃあ C の60じゃなくてまた多分 C の68とか、だって俺と一緒でしょ、肩 C60 ぴったし一緒でしょ、うん、いや岡本のあの取ってからファーストに一塁に投げる、うん、まあ、正確性だとか、はい、肩の強さっていうのをもっと上げてもいいと思う、もっと上げてもいい、じゃあ守備の E の41って低くないですか、あ守備はうまい、これうまいけど、はい、去年のこと考えるとやっぱりいろんなポジションやってるだけに、はい、今年はサード1本で行ったりとかしてるじゃない、はい、だからそういう意味ではもっと上がってくると思うけど、昨年のことを考えるとしょうがない、しょうがない、今年この活躍だったら豊さん内部にいたらいくつに上げたいですか、ここから、まあ、C だな、おー C にね、いや俺の見ながら、ね、俺より上行くなよみたいな補給は D の55、はい、豊さんも D です、これ1個下がると豊さん E になって下がりますよ、ギリギリだな、ギリギリ、まあまあ補給もうまいけどね、岡本選手、うん、あとあショートの坂本選手もチェックつけてますけれども、はい、これは C なのでまずミートが C、はい、C の60、あ今年は60もっといいよね、 C の66、いや去年のこと考えたらもっといいよ、もっといいですか、もっと上げて、 B 上げていいと思う、え B 上げて、 B 本来なら B でも、 B、 あとあパワーは A なんですよ、 A の81、まあちらちら、いやいや坂本は去年40本は打ったからね、はい、はい、パワー A でいいと、 A でいい、はい、走るのが B の74、あまあそんなもんだな、そんなもんですか、うんうん、肩 A の80、まあそんなもんかなですか、いやいやそんなもんだよ、だってさ、ショートやってて、うん、そりゃ C っていうことないよ、まあそうですよね、うんうん、であと守備と、はい、補給はその、C69 と C の60です、うん、まあそんなもんだ、あじゃあ坂本選手に関してはいや、まあまあ、正当な評価だと思う、正当な、ただミートがちょっと低いな、そうですね、 C の66だから3割打ってるからね、豊さんだったらこれ B 上げてもいいんじゃないかな、 B 上げてもいいと、うん、丸選手、はい、まずミートが C の、うん、68、ミートがまあそんなもんか、豊さん自分が B の70だからって B だけどまあ去年はそんなに良くはなかったからね、うん、あとねパワーと走るのがそれぞれ B です、ここはあB75 と B の70、走力が、はい、まあそんなもんかな、うん、そんなもんだな、でね肩が D の59です、あでもさ丸ってさそんな肩が強いっていうイメージある、ないです、全くないでしょ、じゃあこれは正当、うん、多分正当だと思う、うん、ただでも守備は B ですよ、あいいですよ、 B あのね補給とか取るのうまい、あそうあの落下点に行くスピードだとか、はい、落下点を間違えないっていう意味では、うん、いいと思う、いいと思う、うん、で続いて亀井選手、はい、まず C の63、ミートが、うん、でミートとパワーは CC なんですよ、走るのと、うん、走るのが B、 B、 B の70、うん、で、ね、肩は A です、あいつの、ね、肩はいいよ、
いいですか、取ってから早いし、うん、あだって WBC の時に原監督が守備だけで連れてった選手なの、うん、じゃあもうまさにこれですね、うん、だから目立ってないけども、うん、あいつの守備はいいよすごく。じゃあこれ守備だけだと C の69なんですよ、うん、もっと上げてもいいですか。いやまあ年齢的なこともあるんじゃないかいや若い時は俺 A だったと思う。ああもうちょっと年齢がね若ければ今もう35以上過ぎちゃってる、うん、だから C なんだと C で十分だよ C で十分、うん、分かりました。で最後重信選手、いやいや松田もつけてたでしょ総力のところで。その後ですか松田、つけてないですよ。つけてない、はい、ま、ちょっと待って見せて、まあ、増田あるじゃん。あそこにつけて、そう増田と重信ちょっと見てね。あ分かりました、増田選手と重信選手を見るんですね。うん、総力のところだけチェック入ってるでしょ。あそうですそうです、増田選手の総力が B の73、うん、高いですよ。で重信選手を見るんですね。お S の90、そうだろ、これはやっぱりさ、まあ今年の印象だけど、はい、増田は S ダッシュだよね。S ダッシュが、いやだって走ってるところが違うの。だから重信選手よりも上行っていいってことですよね。いやもう全然上だよ。ということはこれだから始まる前に増田選手がここまでさらに行くとは思ってなかった。思ってなかったけど、うん、去年重信がじゃあいいところで走ってるかというと、うん、そうでもないんだよ。今年の増田はすごいね。すごいですね、だからまあ、うん、今年終わってまた新しいのが出るときに、うん、増田はぜひ S にしてほしい。 S にしてほしい。ここああもうあの足は魅力だね。魅力、うん、じゃあこの B の73はちょっとね次は変わるかもしれないですよね。あもう絶対変えてほしい絶対変えてほしいいや本当にこれ本当巨人の選手一チームだけでなんかすごい いけますね。いけるな、はい、オリックスもって言ったんですけどやめない、はい、もういきます。いくよ、ちゃちゃっとなっちゃいません。はい、いいよ。あ山岡投手はもう出てるんですけど、うん、コントロール B70 と、うんまあ、スタミナ B72 ただ今シーズンはちょっとちょっと怪我、はい、怪我だったので、はい、置いといて山本投手は、はいね、今年頑張ってるいるんですけどコントロールが C63、はい、スタミナは B71だ B なんです。菅野投手とまあスタミナに関してはいやスタミナもあるよね。ただ長継ぎのイメージもあるし、はい、だからそういう面では、はい、あれちょっと落としてるのかもわかんないけど、はい、コントロールはもっといいと思う。あもっとじゃあ評価上がってもいい。評価上がってもいい。あと田島投手がコントロールが E の47なんですよ。これスタミナは C の60なんですけどこれはいや田島はね、はい、投げようと思ったら投げれるよ。あの子はコントロール、ただね、打ってくれないから変えなきゃしょうがない打たないんだもん、田島の時だからなんかあんのかなと思ったよ、チーム内でチーム内で、うん、ちょっと疑っちゃうよねそっかそっか。じゃあこのコントロールも今年もうちょっと上がってもいいと思う。もうちょっといいと思う。そうですね、うん、で、星野若月選手ですけれども、はい、F、E、E で、ミート F になってる。ミートは F ですよ。いや、去年までは F だよ、うん、今年は良くなったからD ぐらいになってる。いや、なってる。西村監督が当たらないんだからって、真ん中が当たらないんだからって言ってた。でも今年は一時期3割乗せた時期もあったし、はい、成長してるんだよ。成長してる、うん、じゃあこの F とか、うんまあ、例えば、パワーとか走力の E とか、うん、もうちょっとはもうちょっとワン段階上にはいくね。いきますか、うん、で肩はいいんです、A86 だから。いや、それはつけすぎないんじゃないいや、でもね、阻止率はすごくいい。あ、じゃあ、超いいんじゃない。まあまあいいんだけどねまあいいのよ。いや、まあいいんだまあいいんですね。いいんだけど、はい、で、あとは守備が C の61、補給が B の70、うん、と補給やっぱりいいってことですね。まあまあそうだね、うん、そして、足立選手、はい、ミートが F の32ですよ。パワー F38、低いですね。でもでも、あの走塁が A の82です。これ82ない、それはちょっとつけすぎじゃない。あ、豊さんより上ですよ。そりゃちょっとつけすぎだろ。どのぐらい妥当ですかこれ。まあその FF って続いたからちょっと気遣って A にしたのかなと思うけどそんなことはないでしょ。でもまあまあでも、うん、あの足はそこそこ速い選手だからね。まあ B ぐらい、まあ、B、まあ A でもいいんだけど、はい、A の80ぐらいでいいんじゃない。なんか中途半端ですね。あ、自分より1個下げてる。なるほどね、はい、あと福田周平選手、はい、ミートは F36。 あ、もうちょっといいかな。
どのぐらいだったらいいですか、まあ、D ぐらいだ、ね、D ぐらいだったら。で、あとパワーは E の42、うん、まあそれはしょうがないな、パワーないもん言うな結構どんどん毒舌になってる。ただ走塁は A の84です。あ、まあまあ走力はある、豊さんよりもいいですね。それがおかしいんだよね。なんでですか。じゃあ、宗選手、はい、ミートが F の38、あ、ちょっと雑だからな。 あとね、パワーは D の52、うん、ただ、まあ、走るの A の84ですよ。なんかロフィックスで、オリックスって総力でつけ A をつけとけばいいと思ってるんで、そういうわけじゃないか。聞いてみたいですね。まあでも足は速い選手だからね。あ、そっかそっか、うん、あとね、守備と補給は E なんですよ。 E の43と E の44、これは。まあでもさ、大変だよこれつける人も。だって外野手としてつけてるんだけどさ、うん、今年サードやっちゃってるんだもん。外野から普通内野が外野に行くんだったら分かるけど、外野が内野持ってきちゃってるんだから分かんないよ。いやだからそうですね、だから多分チーム内でも分かんないことになっちゃってる、分かんないことになっちゃってるそうですね。で、吉田正尚選手ですけれども、はい、まあ、パワーは B の78、あ、でもっといい、あ、 A でもいいよね。 A でもいい、うん、あ、ミートが B の78、はい、でパワーが B の75、もっと上でもいい、もうちょっと上でもいいよね。走るのが D の50なのです。あ、まあそんなに走力があるタイプではないね。で、肩が F の39なんですけど、F ですか。まあでもそんなに強いイメージはない、肩はない、うん、あと守備と補給が D の51、54、まあいいんじゃないただ、うん、バッティングの方では、うん、やっぱね、スイングスピードっていうことを考えると、すごいです。やっぱね、プロ野球の中でもトップクラス、スピードだとしたらこれ、いや、もうちょっと上げて、上げてもいい、ちょっとですね、A とか言ってもいいですよね。あと、T 岡田選手なんですけれども、ミートが、まあ、年寄りは T 岡田って言うけどね言わないですよ。定次郎とか言うじゃん。定次郎言いますね。そうね。定岡田。定岡田。そんなふぬけた名前ありますか。定岡田選手。はい。ミートがね、E の49なんですよ。やっぱ確実性がないわ。しょうがないじゃん。しょうがない。ただパワーは B の71あります。うん、で、走るのが D の52。肩が F の38。これ年だってことなんですか。俺 T 岡田が投げてる姿ってあんまり見たことない。じゃあこれ思いっきりビャーンって投げてる姿見たの。 ビーム系のでってことでしょ。ないない。じゃあこれはこれでいいんですか。まあまあ、であとは守備補給はそれぞれ D の56、D の58。ただね、あのパワーはもうちょっとつけてあげてもいいと思う。やっぱ半端なく飛ぶよ、あの選手は。じゃあ B の71じゃなくて B の79、A の80ぐらい。ああ、まあまあそのぐらいでもいい。おー、なんで俺の見たんだよ。いや、パワー C の61だなと思ってあとちょっとで D に移行するなと思いながら見てましたけど、ね、いや結構面白いですね。面白いね。だパワープロないと、まあ、現実で、まあ、まあ今期スタート前に多分つけた評価なので、はい、だから今年のイメージもあるからさ、はい、なかなか難しいんだけど、あの、まあそれなりについてる。そう、あとはこれで化ける投手っていうのも分かるじゃないですか。戸郷なんか化ける。いやだからめちゃめちゃそれが楽しい。面白いね、はい、なので増田の足とかさ、あ、そっか、もう去年、来年楽しみだね。 S になるかもしれない。絶対なる。これなんなかったらなんなかったらちょっとお話を聞きに行きたいパワープロに行きましょう。そうそうそう、はい、はい。